ゆっくりどうぞ。
頑張ろう。うわっ、うん、ちょっとね。おーい、帰るとするか。Ooh.
おい。
ああ。診察室にどうぞ。あのさ。どういうつもり？元気でね。おう、帰ったか。よし。どうだ？よし。どうだ？よし。よし。どうだ？ふん。よし。どうだ？ふん。よし。さてと。よ。よし。みんな。集まったね。よく聞け。ん？許せ。いいぞ。うん。人暴れするとしますか。さーて、今日もやっか。さてと。Thank you.
から気に抜くなよ。そこか。大勝利、イエーイ。さすが。感覚を忘れないようにね。みんなお疲れさんだ。よし、ザーゴはいいから早く先進め。ここで手こずってられない。オッケー、先を急ごう。よし、レベルアップ。シャドウ撃破。ちょっと余裕すぎだろ。風の音すげえな。どっから吹いてんだ？帰りたい。敵は4体。弱い手の数には注意しろ。大勝利、イエーイ。みんなお疲れさんだ。よし、シャドウ撃破。ちょっと余裕すぎだ。シャドウがいる。気をつけて。こんなやつ。そうだな。許さんぞ。
向こうの方が戦力が上よ。無理て弱い正体分かれば探してみろ。奪え。どうしたんだ。
よし。よし。みんな、集まったね。あれ？まあいいだろう。
だろう。ありがたく思え。まあいい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 だろう。ありがたく思え。よし、どれにすんだ。お、今日はやけに真面目な面してんな。モデルがある。今時こいつが手に入るのは珍しいんじゃねえか。お、それにすんの壊すんじゃねえぞ。今日はいたずらに使うんじゃねえぞ。んじゃねえぞ。よし、どれにすんだ。ああ、お、よく選ぶのはいいが、やばいことには使うなよ。とばっちりごめんだ。じゃ、どれにする？それは聞くかな。はい、どうぞ。なんか決まったの？どうも。それにするの？あ、そう。それは聞くかな。はい、どうぞ。お大事に。
よし。それじゃあね。おう、帰ったか。
おい。よーし。つけておこう。よーし。みんな、集まったね。よーし。いよいよだな。ってことで、予告状の出し方だけど、議事堂に送っても意味ないな。各メディアに送ったところでどういう扱いされるかわからないし、裏で警察に回されたら最悪よ。どうすればいいの？だからそれダメだって。ふたばちゃん？ふたば法完成だ。あ？準備済みだ。見ろ。これをこうすると、いつの間に？こんなの作ってんなら先言え。敵を欺くにはまず味方から。なかなかのセンスだな。イケてる。これなら目覚まさせてやろうぜ。まずは全国のニュースから。怪盗団を名乗るグループの主犯とみられる少年が身柄拘束中に死亡したことを受け、警察は今日午後、犯行は収束したとみられるとの正式見解を発表しました。にゃーん。はい、皆さんこんばんは。我々は皆さんに怪盗団の名で知られているものです。俺たち全員ピンピンしてるぜ。けど権力者どもは情報操作して真実を塗りつぶそうとしてやがんだ。なんだこれ、どっからだ。それが切り替わりません。それにここだけじゃないようです。てわけで、次なる獲物を拝借する前に、まず皆さんのお時間を拝借しちゃいます。最近の要人の立て続けの不祥事、突然の乱心で起きる事故や廃人化、原因不明なんかじゃない。これらは全てある一人の男が欲を満たすために企てた犯罪だ。その男は犯罪の露見を恐れて私たちに罪をかぶせた。卑怯にも警察まで操ってね。俺らは悪人の心しか盗まねえ。なのにてめえのしたこと全部追っかぶせやがった。被害者のことなんかどうでもいい。どこのアホや、早うやめさせろ。その卑劣な男の正体は、なんや、ええとこで。おお、警察ライト素早いね。でも配膳で。その男の正体はあろうことか現職の閣僚、特命担当大臣志堂正義。マジか、すげえ。マジですげえぞこれ。こいつの言葉は全部嘘。その証拠に、この通り私たちは誰も死んでなんかないよ。嘘かどうか、お偉い人とか分かる人は分かるよね。彼がどんな罪を犯してきたかは近く本人の口から伝えることになるでしょう。いや、どうぞ。まさか本物なんか。立ち止まらないでください。悪党がてめえ勝手に国ごと沈めちまうのを黙って見ているつもりはねえだろ。いいだ。その前に我々がこの国を頂戴する。もしもし。はいはい、ただいま確認中でして。そちらいいだろう。ひねりつぶしてやる。
今の予告は残党の仕業か。誰も死んでいないとはどういうことだ。我々やシドを脅すために別人をリーダーに立てたのか。ただいま各所で確認中で。すみません。はい。はあ？怪盗の遺体がモルグにないそうです。死亡診断書や搬送処理は確認したんだろ。はい。はっきりしろ。まさか怪盗におかしな力で騙されたのでは。みんながみんな死んだと思い込まされたとか。書類を作ったのは、自殺の現場に立ち会ったのは誰だ。配信を阻止する方法を探せ。一色若葉の研究資料があっただろうが。それから明智だ。どこへ行きやがった。無能なクソガキが。失敗が分かって逃げたんだろうが、見つけ次第ここへ連れてこい。いいな。邪魔者は消す。今まで通りな。怪盗の遺体は。怪盗？ふざけてる場合か。全く意味が。でもなんとなく私、怪盗団の予告状を読みましたけど、もしかして取り返しのつかないことを。だとしたら、おい、ひょっとして怪盗に。まさか心を。そうなのか、虹は。私は何を。怪盗だ。あいつら生きて。しかし仮に生きていたとして、何としても捕らえろ。自殺の発表が間違いで逃亡されたなどと、こんな大失態が許されるか。取り調べを受けてもらう。重要参考人として。なぜ私が。作成した書類を確認しろ。見れば思い出すかもしれないからな。思い出せなくとも、逃亡された責任は全てお前にある。すみません、本当に何が何だか。最後に怪盗の取り調べをしたのはお前だ。上司の尻拭いだよ。恨むんなら死んだ特捜部長さんを恨みな。本当に病死だったんですか。本当に病死だと思っているんですか。そんなことはどうでもいい。お前のせいで警察のメンツは丸つぶれだ。落とし前はつけてもらう。わかりました。頼んだわよ、みんな。怪盗団の予告を受け、警察は事実確認中とし。いらっしゃい。探せ。桜総次郎だな。なんだお前ら。怪盗団はどこにいる。ああ、今話題になってるやつ。とぼけるな。営業妨害だよな、これ。調べはついている。こういうやり方しかできねえわけ。上にはいません。怪盗団はどこだ。客じゃねえなら帰ってくれよ。共謀罪だ、連行を。生きがってんなよ、小悪党の犬どもが。正義はお前らのとこには。か
怪盗団と名乗っている彼らの予告は全くの事実無根です。選挙の妨害を目論んだ立ちの悪いテロ的行為に他ならない。今必要なのは屈しない強き心、私自身命を落としてた。怪盗団と指導どっちが正しいんだ。指導さん、あんなこと言ってるけど本当？怪盗団と名乗っている諸君らに告げる。君たちの振る舞いは極めて重大な犯罪である。法と安全に対する反逆であり、国民をいたずらに不安に陥れるだけだ。今すぐ名乗り出て全国民に向けて謝罪したまえ。怪盗団って電波ジャックやったろ。やばいよな。でも指導ってさ、悪人面じゃない。何を信じていいんだか。早く捕まえてほしいわ。指導の野郎、冷静なふりしやがって。内心絶対ビビってるぜ。謝罪せよとは笑わせてくれる。どっちが悪党なのかしら。予告状の効果絶大だな。私の自信作だからな。どうせ騒ぐしかできねえんだろう。ほんと帰って寝ればいいのに。あれだけのことがあっても指導の改心を望む声は多くないのよね。私たちのやろうとしていることって。そういうことだ。そうだよね。おい見ろ、あそこ。まさか指導正義に短歌を切るとはね。けど燃えるじゃない。ほんと、ネタに困らない子。こっちに気づいてるわけじゃないのか。さすがに記者の嗅覚だな。おお、三島なん。怪盗団は正義に決まってるよ。俺が保証する。言ってくれるじゃねえの。数は少なくてもファンは大事にしてやんねえと。とっとと指導を改心させて。私もあと20年若く。行くぞ。
てめえ。貴様ら一体どこで力を手に入れた。まあいい、文句があるなら聞いてやる。お前、明智を利用した挙句何をした。あいつはお前の実の息子だったんだぞ。そんなところだろうとは思っていた。あの女の面影があったからな。奴が近づいた理由も察しがついてる。私をはめるつもりだったんだろう。頭は切れるが所詮はガキだよ。適当に褒めて手なずければ自在に踊る。私が総理に就任したら即刻消すつもりでいた。なんだ。あいつは私の過去を知っているんだ。生かしておくわけはなかろうが。しかしさすが自作自演の名探偵様だな。ずっとそばにいた私の考えも見抜けんとは。自滅してくれて手間が省けたがね。ひどい。お母さんの研究を奪って命まで奪った。自分の利益のために好き放題して人を、私のお父様まで、絶対に許さない。改革に犠牲はつきものだ。愚か者は優秀な人間に委ねていればいい。この私が導いてやるよ。てめえのどこが優秀なんだよ。明智の助けがなかったらここまで来れなかったくせに。明智が現れたのも神が私に期待してるからだ。私だから明智のあの力も有用に使えたんだ。貴様らのやってきた改心とやら、大衆を熱狂させ暴走させただけではないか。何を勝手な。真っ当なやり方じゃ勝てない負け犬が汚い手を使ってのし上がっただけだろ。あなたなんかに人の上に立つ元首の資格はない。人々を道具のように扱い、罪の階段を登って成り上がった犯罪者が。一握りの犠牲者の命と国家そのものの命、己の幸福以外は自己責任という名の他力本願。そんな愚民どもの願いを叶えてやるんだ。それが神に選ばれたこの私にしかなせない世直しさ。自分以外の人をそんな風に見下すなんて。子供に殺人を命じる指導者なんて絶対認めない。国のためとか言って全部自分のために決まってる。そんなの誰も望んでない。望んでいない。ならばなぜ私は選ばれた。なぜ私に総理の椅子が明け渡された。今や誰もが地道な努力を否定し、抜け駆けや一攫千金ばかり闇雲に追いかけている。私が最強国家を樹立してやるんだよ。誰にもひれ伏さず揺るぎない最強国家だ。
何が最強国家だ。犯罪者がつける犯罪国家の間違いだろ。貴様を放っておくわけにはいかないな。日本の恥さらしだ。その狂った心奪い取ってやる。私に従わぬ反逆者は排除しなければならない。しかし能力のある者を殺すのは惜しい。明智もいなくなってしまったからな。最後に生か死か選ばせてやる。その力私の世直しのために捧げろ。金でも地位でも好きなものをくれてやる。お前なんかに従うわけないだろ。何度聞いても答えは変わらないから。もう少し考える頭があるかと思ったが、愚民は愚民か。なら残念だが諸君を排除するしかない。取るに足らん小さなほころびだが、そんな甘さで大国すらも滅びる。私はそういうミスは犯さない。いつの間に。暴れたあの愚足と同じには考えんことだ。お前さあ速やかに死にたまえ。うちのリーダーが世話になった礼だ。今まで通りな。私の最強国家に賊はいらぬ。私と私を敬う者があればそれでいい。間違った大人は命がけで止める。それが怪盗だ。いただいていく。やるな。ベルソナー。助かったぜ。ジョーカー！
やってやる。命がけで止める。それが怪盗団だ。ベルソナ！くらえな！ベルソナ！ベルソナ！容赦しない。
いただいていく。やるな。ここはこれね。容赦しない。ハンターの体力注意しろ。貴様、クイーン、素早さが下がってるぞ。くらえ。違った大人は命がけで止める。それが怪盗団だ。ケベロス、いただいていく。
備。スカルの素早さが下がってるぞ。こいつだ。ありがとう。
いなさい。貴様ら、私に歯向かうことの意味分かっているのだろうな。分かりたくもないし。ならば果てるがいい。私に挑んだ愚行、あの世で悔いていろ。なんか変わった。蹴散らしてやろう。エルコだ。いただいていく。理想のためには弱い子の犠牲は当然なのだ。そんな。くらえ。やるな。うわ。くたばれ。ほらほら。いただいていく。
様。使うよ。ありがとう。サンキュー。ちょうどいいのが。アンガト。悪いな。抵抗。あいつ、力。痛いのが来る。数が揃えば侮れんというわけか。負けた時だけ愚民のせいってか。うん。ホイセラを束ねているのが貴様か。感動の再会ね。敵を潰す時は今度からもっと確実を期すんだな。まあお前に今度はねえけどな。ん？貴様、怪盗団というだけではないな。てめえがこいつを仕留め損ねたのは裁判まで起こしたのに覚えてないなんて、心底人を何とも思ってないのね。貴様、まさかあの時の。女といたところへ現れて逆らいやがったクソガキ。そうか。こいつは興味深い巡り合わせだ。だが無駄な努力だったな。ああ、強く有能な人間が存分に活躍するには小さな犠牲は仕方がない。道のありを何匹踏んだかいちいち数えていて目的地にたどり着けるか。あなたが殺した人は死んで当然の人だったと言いたいの？完全に狂ってる。
愚民が理解できるとは思っていない。故に力で証明してみせるとしよう。貴様ら怪盗団を叩き潰すことでな。今まで通りな。この弦、私。何この力。気をつけて。あのムキムキはハッタリじゃ。来い。そこか。ベルサマ。くらいな。ベルサマ。いけ。ここはこれね。アンガト、わかっとく。どうしたしないか。ベルトマン。Remind me.
宝を奪う。勝ったつもりじゃないだろう。大人社会を支配するエリート中のエリートの力、クソガキどもに振るうのは尺ではあるが、とことん教え込んでやる。まだ来んの？するがいい。二
再び私を怒らせたこと。容赦はしない。そこで寝ていろ。はっ、あ、ありえねえ。みんな大丈夫か？回復優先だぞ。やるよ、スピードアップ。みんな体力やばいぞ。誰か回復できないか？ベルソナ、ほらよ。ありがとうね。ありがとう。アーサー、こういう力は継続してるよ。ありがとう。サンキュー。ベルソナ、パンサーの体力注意しろ。ここで寝ていろ。ベルソナ、パンサーの体力注意しろ。我が予言の前に
奪え。こらやばいぞ。見とけよ、おい。多くの人を廃人化させた罪、生きて償ってもらわないとね。落ちる前にうちのリーダーに何か言うことあんだろ。ああ、認めよう。お前に罪を着せたよ。保身のためになすりつけたんだ。すまなかったな。誰かにすまないなんて気持ちを抱くのは随分と久しいかもしれん。それもいいかもしれんな。破れるか、この私が。先生、まさかやられたのか。おい。はい。それを飲めば本当に怪盗団を殺せるんだな。あくまで一色若葉の研究によれば、デスパレスを一時的に崩壊させ、それに巻き込み急激に起こりますから、よほどの運がない限り逃げおせないでしょう。ただ認知の世界を故意に消すには生命活動自体を止めるしかありません。つまりこれは一時的に死ぬ薬です。どうしてもリスクが。何でもいい、よこせ。ああ、これで奴らを。なんと無茶な。何かあればすぐに搬送を。てか、なんでハンドル？しかも船。この国の舵は私が取る。私がやらねば。なんと傲慢な。私。なんだ。え？爆発？お宝取ってないよね。話は後だ。とにかくお宝取って逃げるぞ。あれ？こっちから来なかったっけ？これじゃ通れ。何が起きてる？おい、ナビ！どっかで爆発！でもなんで？な、雑な説明あるかよ！私だってわかんない！現実の指導に何かあったのかも。何かってなんだよ！知るか！止まってるのヤバくない？逃げないと。ナビ、他に脱出ルートは？探してるけど。あっちは？
くしか。やべえ、こっちも。これ、このまま死んでたまるかよ。俺が行く。てめえら捕まってろよ。リュウジ、ここで走んねえで。いつ走んだ。シャレになんだ。リュウジ、逃げ遅れたの。戻ろう。無理だぜ。笑えない冗談だぞ。おい、一番足速いくせに。これがお宝。議員バッジだね。いやあ、危ねえ危ねえ。つかよ、パレスって爆発しすぎじゃね？普通に消えろっての。んだよ。死んだんだよね。は？爆発で吹っ飛んで、気づいたら芝生で寝てて。つか生きてね。何？お前泣き顔イケてね。あんたのせいだっての。問題児。つかさっきから何？待てってな。嘘だよ。小腹が空いたな。どこか寄って帰ろうよ。じゃあフォアグラのそ。今は現実だよ。あっ。
先生、一体何を。まだ薬が回っているのですか。薬、病院に。もう少し様子を。私、さばいて。まさか改心を。貸し剤ダメだったのか。先生、改心されたら我々のことを。台無しだ。遊説はどうすれば。体調不良だ。極秘で入院の手配をしろ。誰も近寄らせるなよ。はい。マスコミはシャットアウトし。くそ。これは。男性のレシオコンから拉致され、運ばれた先で殺害されたものと。宗次郎、まさか。出てこないと怒るぞ。宗次郎。よ、帰ってたのか。ユージと同じだ。何のことだよ。指導のやつんとこに連れてかれたんだが、急に帰っていいってなってな。改心のおかげなんだろう。やっぱりな。ずっと目隠しされてたから、どこに連れてかれたかわかんねえけど、連中妙にバタバタしてたからな。うまくいってるようだぜ。いやいや、しかし危うく色男が台無しになるとこだったな。それはいいとして。ああ、好き勝手やってくれちゃって。疲れてるとこ悪いけど、片付け手伝ってくれ。あとはいつも通り待つだけだ。
見直してやるぞ、囚人。どことなく成し遂げた男の顔をしていますね。はめようとした手合いの策を逆手に取り、はめ、これほどまでの逆転劇を、私、素晴らしい。それ以外に言葉が見つからない。礼を言うのは楽しませてもらった我らの方だ。不思議な因果をもう乗り越えてみせ、お前の構成を阻む者はもういないはず。間もなくお前の構成はこのまま何事もなくことが進めばね。さてと、これで全員だな。よく聞け。いいだろう。うん。行きましょう。よし行くぜ。本日の仕事開始だ。つけておこう。さてと、よし、このやついいぜ。は？Thank you.
早く使いたいものだな。
何かご用ですか？こう…習字…さあ、合体です。これで良いのか？可もなく不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。強力な力を持っているな。可もなく不可もなくといったところですか。今のあなたに必要なものなのですか。なるほど、これは強いペルソナです。これで良いのか。強力な力を持っているな。引き継ぐ技能を選びなさい。強大な力を授かっている。なるほど。よし。
やめるのか？終わりですか？せいぜいあがけよ。今回の当選は国民の皆々様のお力添えの賜物と身にしみる思いでございます。やっぱ指導だよな。選挙やるまでもなかったよね。それだけに私は自分が許せないのです。奥村氏が他界したのは、いや死を葬ったのは私です。一連のショッキングな事件を怪盗団の仕業だと情報操作したのも、人の心を操作し自分の手を汚さぬまま多くの被害者を生み出していたのは、全ては私自身の出世。いや、なんだ。私は国家という船を我が物にする野心のため、人の命すら踏み台にしてきた。どんな罪状で裁かれても足りぬ大罪人なのです。すべて告白します。皆さん、どうか私を裁いてください。この命をもって償えるなら、今すぐにでも。さ、え、嘘だ、指導さん。みんなグラス持て。じゃあ僭越ながら。仕切り出した。まあそう言わないで。文句あんなら指導に言え。議員バッジなんかに即参もんだからな。じゃあその
諸悪の根源、獅童正義を。お母さんの仇取れた。皆さんのありがとう。私もお父様の無念を。頑張ったよね、みんなね。指導は有罪なのよね、お姉ちゃん。今すぐ起訴するのは難しいわ。でも余罪の因果関係が立証できるまで、てっきっと若葉さんの研究結果が。俺らが証言してもいいんだぜ。ありがとう。でも大丈夫、いい加減大人がしっかりしてるとこ示させてよ。なあ、こいつの学校はどうなった？復学して大丈夫だと思うわ。確かにあなたの顔は関係者に割れてしまったけど、いきなり捕まえに来るような強硬な手段には出ないと思う。少なくとも指導の自白の混乱と自殺報道の騒ぎが収まるまでは。いずれ私とあなたがやり玉に挙げられる事態は避けられないでしょうけど。死んだと見せかけた喧嘩。もともと警察がしっかりしてりゃんなことも起きなかったのによ。もちろんできる限りのことはするつもりよ。今度は私があなたたちを守る。指導の基礎は。なあ、いつ乾杯するんだ。そうだな、乾杯だ。本日は乾杯。乾杯。乾杯。私行くわ。指導が病院に搬送されたって。ああそうだ、打ち上げもいいけどほどほどにね。せっかく彼も戻ったんだし、学業にも本腰入れないと。落着だな。こっち起訴なんて大物を改心させたんだ。これ以上のフィナーレ。ここら辺が取引の塩だ。お前はもう大丈夫だろう。我が輩がいなくてもやっ。心配するな、今すぐには出ていかねえよ。けどずっとここでじっ、ちょっとだけお前が羨ましいぜ。我が輩はまだミメントス。あの奥のことが。寝るか。まさか指導さんまで改心させられるなんて。今の私たちの地位は彼に邪魔な奴を消してもらったから。このままもし一件でもされたら、私たちのことまで明るみに。言った。それを話し合うために集まったんだ。新島って検事が
指導さんの立件に本気らしいな。あなたの管轄でしょう。なんとかしてください。わかっている。しかし新島はしのげたとしても大衆の方はどうする。布告政策を引き継ぐしかないだろうな。布告、人の心を操って有利な外交を進め、研究は進んでいるはずだからな。あの計画を引き継いで邪魔者をあの世界を使って排除し続ける。表向きは強い国を作ると今まで通りに訴え、指導さんへの期待を。強い国か。引き継ぐって言っても他の取り巻き連中は黙っているかな。それは大丈夫でしょう。あの会見を見て世話になった誰もが身の危険を感じているはず。今の我は。ともかく立件だけは絶対に阻止せねばならんようだな。大衆の騒ぎの方は。幸い指導さんへの指示は、志半ばに倒れた英雄指導正義の意志を私たちが引き継ぐ。マスコミには。なるほど。指導者を失って混乱している大衆なら一気に飛びつくかもしれない。大衆まで敵に回したら我々は終わりだ。もう引き返せない。では新島の件は我々で、指導さんについては頼め。精神鑑定ということにでも。みんな一蓮托生だからな。その時間よ。すまねえな。お邪魔します。
それじゃ。乾燥するっつっても湿気に気をつけろよ。あんまりしけると不発になりがちだからな。
そうか。よし、どれにすんだ。また来い。始めるわよ。
ちょっと。時間です。具合はどう？ええ。始めようか。
やるか。行きましょう。やるか。
でも議員の体調漏れにより特別国会の召集が延期され指導議員延期？クビだろうがよ！っていうか体調不良？お姉ちゃんが言ってたことと全然違う。選挙中ほとんど寝てなかったらしいしな。無理ないよ。このまま辞職とかないよな。指導なしでこの国大丈夫なわけ？なぜ未だにあそこまで指導を信じられる？何これ、怪盗団がそのいなかったことになってる。こりゃ一連の怪心事件に横のつながりはなく、怪盗団はそれにうまく乗じた。馬鹿げてる。誰がこんなもの。でもこれ言ってるの有名な大臣とかもそのように把握しているって言ってるし。指導の復帰っていつなんだ？ぶっちゃけこんな時代、指導じゃないと裁けないだろうと思うんだよね。どうなってるの？いくらなんでもおかしくない？ああ。まるで現実の奴らまで言う。何が起きてんのか気になるな。けどこれじゃ様子を見るしかないか。今になって聴取できないってどういうことで。指導先生は非常に不安定な状態です。接触正式に精神鑑定となるかもしれない。立件可能かどうかの瀬戸際なんです。ここへ至るまでにどんな苦労が。私は
医師として死ぬ。仮に指導だったとして、歴史に残る政権交代の立役者をこんなタイミングで断罪する気か。は？バカ言わないでください。ここは法治国家ですよ。しかもご自分の前任者がどうなったか知っていてまだかばう気ですか。国家を頭のてっぺんまで正論で裁ききれ。少し休みたまえ。君にはこの件から外れてもらうことにした。は？君は確か未婚だったな。指導の立件が危ういだと。精神鑑定ってそんなわけないのに。取り巻き連中が周りに圧力かけたんだろ。真相が明るみに出ると困る奴らが。どうにもならないの？指導の責任を追及しろっていう世論が高まれば立件できるかもってお姉ちゃんが。けどそれもメディアを使った情報操作でほぼ潰された。事件の趣旨を目に見えぬオカルトと言い切ってなかったんだ。惑わされるなって印象。結果この後に及んでも怪盗団は悪者ってわけだ。ネットを見ても非難の嵐。ネットを見ても非難の嵐。残党を捕まえろ、処刑しろって。めちゃくちゃだよ。めちゃくちゃ。とにかくお姉ちゃんを待ちましょう。もうすぐここに着くから。そいつもこいつも簡単に騙されやがって。何のために命かけてきたんだよ。法で裁かれなければ全てなかったことにされてしまうぞ。認知を操って国中意のままに動かせる。これじゃパレスの中と変わらない。ごめんなさい。有志の精鋭を集めて立件に取り組んだけれど、誠に伝えた通りこのままじゃ指導の無罪だけじゃ済まない。悪い方向にどこまでも転がり落ちるわ。異世界を利用した犯罪が国家レベルで継続される可能性がある。いえ、伝えたいのは事実を知る私たちの身が危険だってこと。正直拘束は時間の問題よ。たった今踏み込まれてもありえねえよ。お姉ちゃん、私たちの力ではもうどうにも。だからあなたたちの力を借り、もう一度だけ何とかできないかしら。言えた義理じゃないのは分かってる。そんなのいいでしょ。どうすんの？取り巻きを一人一人改心させてく？双葉が調査するにしても時間がかかるわよね。うん、さすがに分かってる。
所詮個人を狙う俺たちでは国家権力に歯向かうのは無理なのか。メメントスだ。メメントスを使えばなんとかなるかもしれない。あそこでなんかできんのか。言っただろ、メメントスは大衆のパレスだ。人間の集合的無意識が持つパレス、全ての歪みの源でもある。もしかしてメメントスにもお宝があるっていうの？それを狙えば。メメントスが崩壊すれば大衆みんなに影響が及ぶはずだ。世の中の情勢だって変わるだろう。みんなの心が指導を許さないとなりゃ、いい方向に動き出すんじゃないか。大胆だが面白い案だ。いいじゃねえか。けどな、こいつをやるならそもそもなぜ人間の認知なんてもんが実体ある別世界と。メメントスにはそうなった原因が多分眠ってる。そいつを壊すことになるんだぜ。話が見えねえぞ。実体がなくなんだから、忍び込んでお宝ぶっこ抜いたりできなくなるってことだよ。もう悪党がいても力ずくで改心させたりはできない。怪盗団は店じまいってことだ。怪盗を捨てることになる。私はやるべきだと思う。お前はリーダーとしてどう思う？メメントスを消せば力を失うことになる。それ そうか、分かった。異論はないようだな。いい手が見つかったの。成功するかどうかは別だけどね。ケンジさんよ、どうやらこれが俺たち最後の仕事になりそうだ。最後の仕事？私たちが役目を果たした後は襟を正した大人に世の中、それが仕事を引き受ける取引ってわけ。なんて重い条件かしらね。でもいいわ、受けましょう。指導正義は必ず裁きの場に立たせてみせる。それに助けてもらいっぱなしじゃ私のプライドが許さない。頼りにしてるからね。決まったようだな。リーダー、正真正銘最後の作戦だよ。それもう前に言ったけどな。いいじゃない、今度こそ正真正銘なんだもの。時間がないんだろ。明日にも決行だ。期待してるぜ、お前ら。何があってもやり遂げろよ。さ
てっと。やるか。つけておこう。